ボブ・アラムはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン生まれのユダヤ人系のプロボクシングプロモータートップランク社 CEO プロボクシングの本場アメリカでなおかつ競争が厳しく新陳代謝の激しいボクシング業界において85歳を超える現在でもトップクラスでプロモーターを長く続けているラツワンとして知られている同じ米国のボクシングプロモータードンキングとは 1970年代、半ばからキングが凋落する2000年頃まで、ライバル関係にあった。ヘビー級に変調する嫌いのあった、ドンキングに比べ、重量級に変調しない傾向があり、1990年代から2000年代中盤における、最大級のスターボクサーオスカーデラ・ホーヤを、1992年、バルセロナオリンピック優勝直後に、 史上最高の契約金100万ドルで獲得し、キャリアの中期までプロモートした。スキャンダル続出のドンキングに比べ、一見トラブルの少ないイメージがあるが、海船山船の業界を生き残ってきたことからも、わかるようにトラブルも少なくなく、過去に参加の選手から何度もプロモート権やマネージャーの権利やファイトマネーなどをめぐって裁判沙汰になったことがあり、 前述のデラ・ホーヤは2002年にトップランク社から離脱している。2000年にはアラムが IBF の代表に賄賂を送っていたことをドン・キングに暴露された。マイク・タイソンを育て上げた名トレーナーのカスダマトは西半球で最低な男と罵倒するほどアラムを忌み嫌っていた。また、シュガーレイ・レナードの専属マネージャーだったマイクトレーナー弁護士はレナードの世界初挑戦の際、 大座獲得の場合に行う防衛戦で格安の専属契約を押し付けられそうになった件をきっかけにアラムを毛嫌いしていた。しばしば人種差別的な発言をして批判を浴びることも多い。過去には黒人やヒスパニック系に対する差別発言をしたほか、2009年には総合格闘技 UFC と UFC ファンのことをスキンヘッドの白人連中、 グラウンドでホモみたいに抱き合ってるだけのものと差別用語を使って侮辱した。1990年代後半頃から米国内のヒスパニック系民族の市場に目をつけヒスパニック人口の多いアメリカ南西部での工業を増やし多くのメキシコ系ボクサーと契約。東部ではプエルトリ個人のミゲールコットをプロモートしてトップスターに仕立て上げた。年月のミゲルコット対 ユーリー・フォアマン戦に向けて記者会見でスピーチをするアラム。ドン・キングが凋落した2000年代以降は、オスカー・デラ・ホーヤ主催のゴール、デンボーイ・プロモーションズとともに、世界に大プロモーターと評価され、しのぎを削っている。当初は不仲な感情を抑えて、互いがプロモートする選手同士の対戦や、興行の実現をしていたものの、2010年代に入ると、 両者の対立はさらに悪化。その背景には、トップランク社は HBO とのつながりが深く、興業の大半も HBO で放送されていたのに対し、ゴールデンボーイプロモーションズは HBO とライバル関係にあるショータイムとつながりが深かった。そのため、トップランク社の契約選手とゴールデンボーイプロモーションズ契約選手の対戦交渉となると、 試合をどちらのテレビ局で放送するかで激しく対立し合って2013年3月には HBO がゴールデンボーイプロモーションズ契約選手の試合は今後放送しないことを発表するなどドンキングの時以上の激しい対立が続いていたアメリカのボクシング中継において2大テレビ局の一つであった HBO とトップランク社が2017年7月に ESPN と契約するまでは強固な協力関係を築き、トップランク社主催工業の大半は HBO によって中継されていた。しかし、HBO に対して訴訟を起こしたことがあり、結局時短になったものの、テレビ局は金があって、プロモーターの仕事も兼業できるから、我々プロモーターは必要ないってことなんだろう。だけど、それと同様に私やドンキングも、 HBO やショータイムみたいなテレビ局は必要ないと時短が決まった後も HBO を非難した。アメリカ人スター選手の大半をゴールデンボーイプロモーションズが抱えていたためやや劣勢なこともあり2013年から本格的にアジア進出を開始。経済成長が続き人口13億人という巨大市場である中国の中でもカジノが盛んで 世界的な観光地であるマカオに目をつけ、北京五輪、ロンドン五輪ライトフライ級連覇の中国人ボクサー、数指名と契約し、2013年4月6日に数指名のプロデビュー戦をメインにしたトップランク社として初のアジアでの興行をマカオのコタアリーナにて開催。さらにボクシング界のスーパースターであったマニー・パッキャオの再帰戦を11月24日に同じく答え、 アリーナにて開催するなど本腰を入れて進出していたが、その勢いもすぐに陰りを見せ、工業を開催することが減り、2017年にアジア進出の目玉だった数指名がトップランク者を離脱したことでアジア進出は実質頓挫した。ニューヨークに生まれ、ニューヨーク州立大学を卒業後、 ハーバードロースクールで法学を収めたエリートで司法省の企業担当弁護士として企業の脱税問題や独禁法に絡む問題を担当していた異色のキャリアの持ち主である。1966年頃まではボクシングを見たこともまた興味もなかったがモハメドアリの法律問題を担当したことでボクシングと関わるようになりボクシングプロモーター業に乗り出す。 1980年代にマービン・ハグラー対ロベルト・デュランやハグラー対トーマス・ハーンズ、ハグラー対シュガー、レー・レナード、レナード対ハーンズなどの歴史に残るビッグマッチをプロモートしたほか、彼らの試合をネバダ州ラスベガスで数多く開催し、同地をボクシングのメッカ的な存在にする立役者となった。1990年代以降も、 リベンダーホリフィールド対ジョージ・フォアマンを開催したほか、オスカー・デラ・ホーやフロイド・メイウェザー・ジュニア、フリオセサール・チャベスラをプロモート。1994年、香港のボクシング工業に関わるがトラブルが発生すると早々にサジを投げ出し撤退。香港のプロモーターから非難される。1995年、プロモート選手の認可を得るために収賄を行ったとして、ネバダ州、 アスレチックコミッションから12万5000ドルの罰金を課せられる。2000年代以降もマニー・パッキャをエリック・モラレス、ミゲール・コット、フリオセサール・チャベス・ジュニアらをプロモート。2003年9月13日のオスカー・デラ・ホー VS ・シェーン・モズリー戦の判定についてネバダ州アスレチックコミッションの陰謀だ。と発言したことが問題となり、後に謝罪。 2004年1月、デラホーヤ VS モズリー戦や、バタービーイン、ホルヘパエスの試合での不正に関わっていた疑いがあるとして、アラムの事務所が FBI によって強制捜査を受ける。2007年、フロイド・メイウェザー・ジュニアからプロモートされていた1996年から2006年の間、不当に低い賃金を支払われていたとして告訴される。2016年の アメリカが州国大統領選挙では民主党のヒラリー・クリントンを支持した。2017年12月、ネバダ州でマリファナが合法となったことで、1966年からマリファナを愛用していることを告白した。ありがとうございます。